16ビットセンセーション、面白すぎるだろ。10億円借金してもみんな本気でゲーム作りに取り組んでるし、店長も土下座して改心して、市ヶ谷も実は本気で頑張ってて、めちゃ熱い展開で、木の葉がバッドエンド回避のためにゲーム開くなんて安易な予想をしていたのが恥ずかしくなりました。ほんと最後の展開も面白すぎるし、来週がめちゃめちゃ楽しみです。以上、16ビットのお話でした。